ペルッともみちゃんです。今日はですね、2021年のユニバで売っているチケットの種類や内容をね、まとめてみました。イェイっていうことで、やっぱりユニバって、いろんな種類のね、チケットが売ってるんですけども、正直でちょっとわかりにくい部分もちょっとあるんですよね。だから今日はですね、現在売っているチケットの内容とかをね、ちょっとまとめました。で、これからもですね、このおまみ TV ではですね、ユニバに関するね、いろんな情報をね、またお届けすると思うんで、ぜひね、チャンネル登録お願いします。じゃあ早速ね、見ていきます。はい、じゃあ早速ね、ちょっとまとめていくんですけども、今からですね、いろんなね、ちょっと用語が出てくるんですけども、まずは大人って言ったら、12歳以上の方ですね。で、子供って言ったら、4歳から11歳の方ですね。で、シニアって言ったら、65歳以上のね、方を指します。3歳以下のお子さんは無料なんですよ。じゃあ早速ね、ちょっとまとめていきます。まずはですね、2day スタジオパスですね。で、今のユニバのスタジオパスって、変動価格制って言って、日によって値段が全然違うんですよ。例えばで言ったら、空いてる日でしたら、チケットの値段は安くなりますし、混んでる日でしたら、チケットの値段はね、高くなるんですよね。で、一番安い、例えば平日とかでしたら、大人の方でしたら、7800円。で、子供の方でしたら、5400円。で、シニアの方でしたら7100円なんですよ。で、土日とか祝日とか、ちょっと混んでる日とかですね。それでしたら、大人でしたら、8400円、もしくは8900円。子供でしたら、5700円、もしくは6200円。で、シニアの方でしたら、7100円、もしくは8100円ぐらいなんですよ。次はですね、一番高い日。だからもうゴールデンウィークとか、そういうめちゃくちゃね、混んでる日とかですね。その時でしたら、大人の方でしたら、9200円。で、子供の方でしたら、6300円。で、シニアの方でしたら、8300円ぐらいですね。で、この値段ですね、来年だったら、もしかしたら高くなるかもしれないので、現時点での値段です。次はですね、1.5day スタジオパスですね。で、こちらのチケットはですね、1日目は15時から入場できて、2日目は1日中ね、遊べるチケットなんですよ。で、こちらのチケットの値段なんですけども、大人の方、シニアの方も含めて、12600円。で、子供でしたら、8600円で買えるんですよね。で、こちらのチケットはですね、例えば旅行とかで、朝のうちにユニバに移動してから遊ぶ方とかでしたら、ちょっとおすすめのチケットと思います。で、次はですね、2day スタジオパスですね。で、この 2day スタジオパスっていうのは、2日間ね、連続で1日中ユニバに遊べるチケットなんですよ。で、こちらのチケットの値段なんですけども、大人、シニアの方も含めて15,400円。で、子供でしたら15,500円でね、買うことができるんですよ。でね、これはですね、僕もちょっと調べたんですけども、一番高いスタジオパスで2日間遊ぶとなったら、この 2day スタジオパスを買った方が3,000円ね、お得なんですよ。で、例えば他の混雑日、だから8400円のチケットの時に、この 2day パス買ったら1400円ね、お得なんですよ。だから2日間ね、丸1日にね、遊ぶ方は、この 2day スタジオパスはめちゃくちゃね、おすすめです。で、次はですね、USJ に安くて入れるおすすめのチケットをね、ちょっと紹介します。で、まずはですね、バースデー 1day パスですね。で、こちらなんですけども、クラブユニバーサル会員に登録している方でしたら、家族5名まではですね、このチケットを買うことができるんですよ。しかも期間なんですけども、誕生日付き、プラス、翌月まではですね、このチケットで買うことができるんですよね。ですけどね、2021年はですね、誕生日付き、プラス、翌月の3ヶ月までは、このチケットで買うことができるらしいんですよね。だからですね、ユニバに行く方で誕生日近い方はですね、このチケットね、おすすめと思います。で、しかもね、今現在ですね、バースデー 2day パスっていうのがあって、同じように2日間ね、1日中ね、遊ぶことができるね、パスなんですよ。で、こちらなんですけども、値段は大人の方でしたら 14,400 円から 16,000 円。で、子供の方でしたら 9,900 円から 11,500 円で買うことができるんですよね。で、次はですね、4歳バースデーインビテーションパスっていうのがあるんですよね。で、こちらはですね、4歳の誕生日を迎えるお子様に対するね、お得なチケットなんですけども、ですけど2021年はですね、4歳もしくは5歳の誕生日を迎えるお子様の誕生日付き、プラス3ヶ月はですね、このね、チケットを買うことができるんですよ。同伴1名様でしたら、例えば大人の方プラスお子様でもしチケットを買う場合でしたら、2人で1枚ね、チケットを買うことができて、で、値段はですね、7,300 円ぐらいで買うことができるんですよ。もしくは、子供が、4歳か5歳ぐらいの誕生日を迎える方でしたら、5,100 円程度で、ね、買うことができるんですよ。同伴5名までがこのチケットを買うことができて、で、この場合でしたら、大人の方でしたら、7,300 円円ぐらいの値段で買うことができて、子供でしたら5100円でね、チケットを買うことができるんですよ。だからですね、まあ、4歳から5歳ぐらいのね、お子さんがいる方はですね、このチケットもね、おすすめです。次はですね、障害者向け割引スタジオパスですね。で、値段なんですけども、入場日によって値段はね、変わることがないんですよ。で、大人の方でしたら、まあ、4200円。で、子供でしたら2900円でね、買うことができるんですよ。で、このチケットを買うためには、まあ、パーク指定の障害者手帳がね、ちょっと必要なんですよ。で、それがですね、まあ、こちらなんですけども、で、もしね、このパスを買う方は、絶対にね、こちらをね、ちょっとお持ちください。で、こちらなんですけども、同伴者ね、1名までがちょっと対象なんですよ。で、まあ、その他のチケットなんですけども、例えば夕方以降にしか行かない方とかでしたら、トワイライトパスがね、ちょっとおすすめと思います。で、このトワイライトパスっていうのは、その15時以降にね、その入場できるチケットなんですよね。で、これもね、ちょっと大体なんですけども、例えば平日でしたら、まあ、大人の方でしたら、もう5900円。で、子供でしたら3500円でね、入ることができるんですよ。で、例えばその土日祝とかちょっと混雑してる日とかでしたら、大人の方でしたら6200円。で、子供でしたら3700円でね、買うことができるんですよ。で、こちらのチケットはですね、例えばで言ったら、まあ、ハロウィンイベントで言ったら、例えばホラーナイトだけをね、楽しみたい方とか、まあ、クリスマスイベントで言ったら、夜のクリスマスツリーの点灯とかを楽しみたい方はですね、こちらのチケットはね、おすすめと思います。で、次はですね、ロイヤルスタジオパスですね。で、こちらはですね、今現在のユニバでは一番高いチケットなんですよ。で、こちらもですね、まあ、変動価格制で、まあ、大人の方でしたら2700円から4万500円。で、子供でしたら、まあ、24300円から37800円なんですよ。で、こちらなんですけども、いくつかね、ちょっと特典あって、で、まずはですね、ハリーポッターエリアの入場確約券と、ウォーターワールドかユニモンの入場案内。と、当日のパーキングを無料でね、利用することができるんですよね。あとはですね、その対象アトラクションを短い待ち時間で待つことができるんですよ。で、この待ち時間を短く並ぶことができる対象アトラクションにもいくつかちょっと条件があって、まずはですね、各1回のみ、まあ、待ち時間を短縮できるアトラクションはですね、まあ、こちらなんですよ。で、まあ、これ見る限りに、まあ、結構な人気アトラクションが、まあ、各1回だけね、待ち時間短縮できるんですよね。で、何回でもそのアトラクションの待ち時間を短縮できるアトラクションはですね、まあ、こちらなんですよ。だから、この感じ見たら、まあ、スパイダーマンとかもね、何回も乗ることができるんですよね。すごくないですか、これ。だから、ぜひね、このパスを買う方は、このことをね、参考にしてください。あとはですね、まあ、GoTo 関係のスタジオパスですね。で、まあ、GoTo 自体も、まあ、どうなるかちょっとわかんないんですけども、ですけど、現時点では、2021年の1月31日まではですね、このチケットを買うことができるんですよ。で、こちらのパスは、そのスタジオパスを2割引きの値段で買うことができるんですよ。しかもこちらのチケットを買ったら、そのパーク内で使える1500円分のね、クーポンがついてくるんですよ。で、こちらの値段なんですけど、こちらも変動価格制で、まあ、平日でしたら、大人の方でしたら6240円ぐらい。で、子供でしたら、まあ、4320円なんです。で、例えば土日祝の混雑してる時でしたら、まあ、大人でしたら5400円。で、子供でしたら4320円ぐらいでね、買うことができるんですよ。あとはですね、まあ、障害者向け GoToUSJ 1day パスっていうのも、ね、存在していて、大人の方でしたら、まあ、3360円。で、子供でしたら2320円でね、買うことができるんですよ。めちゃくちゃ安いですね。めちゃくちゃお得と言います、これも。で、今日の動画はですね、だいぶとね、ちょっと真面目な動画撮ったんで、最後にね、一発ギャグします。おぺんぺんチケットはないの？はい、じゃあね、これからもいろんな動画上げると思うので、チャンネル登録とグッドフォローで通知ボタンも押さなきゃだけで、バイ